先生、今日も忙しそうだね。疲れてそうだね。うんうん、そうでしょうとも。そんな先生のことだろうから、きっと私としたお花見の話を忘れているのでしょう。怒ってないから、そんな焦んなくて大丈夫。それにね、はい、これ桜茶。お茶の中に咲く桜を見ながら、少し休憩しない？桜ちゃんに会うコンペイトーも持ってきたからさ。シャーレでお花見、そういうのもいいよね。先生、お疲れ様。